皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、自分の成長は自分ではわからないから、プロに見てもらおうというテーマでお話をしてみたいと思います。えー、今日の話題はですね、比較的軽めな話題と、まあ、私がここ数年で思ってきていることとか、私のクライアントさんに私が声がけをしていること、 を、えー、まととめてててお伝えしいいきたいなな思ってる内容なんですね、えー、何度か私のプライベートの、うん、話題でですねお伝えしたことがある、まあ、趣味で始めたサックスというか、まあうんまあ、今仕事の中に入れ込んじゃってますけれどももともとは出版記念パーティーの余興でみんなを驚かしたくってゼロからの音楽経験でサックスを吹くってことを選んで。 まやったわけですよで今年で6年になるんですけれどもこの動画を撮ってる時点ででえー、っとまあ、いろんな6年ありますよ曲折してきた6年目っていうことででその間にもちろん成長してってるわけですまあ今では全国ツアーとかもね自分で企画してやってますしバックバンドとかプロの人を 抱えててやってますし、えー、ミュージックビデオも作りましたし今度は D D も DVD も DVD ビデオもミュージックビデオを収録したものを作る予定なんですけど、まあ、それはやりたいからやっているんですけれどもねで、まあ、そういう形で、まあ、私自身もしたいなと思うことを全部叶えていっているわけですよだから、まあ、やっているっていうこと自体で成長してるのは自分で 理解はしてるんですそういう何かを成し遂げたっていうようなこういうイベントをやったっていうとイベントの成功がそのまま成長の度合いのバロメーターになるし聞いてくれてる人たちが、まあ、クライアントさんだったりとか初めての方とかそういう方からすごい感動しましたとか泣きましたとか懐かしい歌ばっかりであの頃思い出しましたとか嬉しいですとか いろいろね、お声がけいただくから、皆さんにどういう感情を届けているのかっていうことは理解できているんですよ。で、あのー、まあもちろんそれも嬉しいから頑張るんですけれども、これが何段階かありましてですね、あの、私結構マニアでオタクなんですよ。<laughs> 何か習い事始めると、すっごいね、その時にめちゃくちゃ集中するんですよ。 で、生涯やるっていうか、きちんとやるって決めてるものは結構長期間にわたってやります。例えば、写真なんかは25年やってますし、あのー、まあ結構ね、長い、長い方だと思います。まあ、サックスはね、今6年目とかになるんですけれども、その出だしの頃、特に1年目とか、2年目、3年ぐらいかな、すんごいお金投下してやるんですよ。 まあ今で言うと私は楽器もねめちゃくちゃ、まあ、サックスそんなに死ぬほど高くはないですけどね一1本100万円近いのとかもう買ったりとか最近してて当初の頃当たり前ですけど56万のやつとかですよ買ってたの。<laughs> でいろんなね道具とかいろんなもの買ったりとかしてどんどん増えていってるんですけどいろんなものがで。それに伴って当然 技術とかも身につけたいから、最初のうちは1時間1個まで習っていたり、リアルの先生はですけどね。で、その先生が1時間1個までだとあっという間に時間あるから、1回行ったら2コマ、2時間やりたいになって。ある時からねそ、それだけでも足りないやって言って、2週間に一遍の2コマで。 で、さらにもっと覚えたいことがあるからって言って、2週間に一遍の3コマ、3時間ですね。だから今、リアルの方は最低月に2回行ってるんで6時間と、あと、いつでも質問していい、聞き放題っていうサックスのもう一人先生がいて、そっちはオンラインの先生でっていう感じで習ってるんですよ。 ね、そういうふうにあのやると、まあ、当然ですけど成長はしていくんですが1年目2年目3年目ぐらいかなそれぐらいの時ってすごく伸びてるの自分でも分かるんですよ。分かるんです。あのこういうふうにやろうって練習決めて先生の言われた通りとにかく私数をこなすタイプの人なのであと皆さんすごく勘違いしてるんですけど私器用じゃないんですよ。 むしろ多分もしかしたら不器用かもしれない。でもいろんなこと何でもできます。できるっていうのはうんと好きでやってオタクだからはずこなすんですよ。すごく。だからある程度人よりできるようになっちゃうっていうだけで不器用ではないです。多分。でも不器用っていうか天才肌じゃないって自分が分かってるから。 量はものすごくやるんですよ。そうすると多分人より上手くなるから全部何でもできるように見えてるだけで、そんなことないですよ。うん。まあよく、あのー、高橋さんだからできるんですよとか言われるんですけど、いや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 、私と同じだけやってくれそれ言ってくれよって思ったりしますよ。<laughs> できるんですよって思うんだったらまずやって。 やってから言ってくれるかなと思って私大概の量やってますってっていうことを言いたくなるような時もありますけどまあそれ余談として置いといてですねうんでまあやるんですよで3年目まで伸びるんですよでそこから次の段階に行こうとするときにはうんと普通に聞かせる分にはまあいいでしょうっていうレベルになるんですでそこからはじゃあ感動をどう伝えようとか自分自身も さらに成長していくためにもっとどういうスキルが必要とかっていう。まあ、あの、楽天とかも全然やってこなかったの。いい加減やんないとダメそう。初見でちょっと音符読めないと辛いなとか言って習い始めて、今2年半とかになるんですけれども、そういうのが必要になってくるのをやると、伸びがね、遅くなるんですよ。伸びが遅くなるんです。そうするとね、なんかね、今まですんごい伸びてた充実感がなくなってきて、やめないんですよ。やめないんですけど、 なんかこうやって伸びてきたのになんか鈍化してる。でもクオリティと精度は上がってるから人に感動を与える度合いは増えてるんですよ。ビビたる伸び方でもですね。で前、前はカラオケ屋さんとか練習行くと1日1回行くとその1回でどんだけ成長してるか自分で感じることができてたんですよ。課題を持って行ってクリアするために行く2時間なんで。 でそれがだんだん伸びがね悪くなってきて練習してるつもりなんだけどこれは本当にうまくなってるんだろうか私はっていうのがあってですね3ヶ月ぐらいした時かなそういうちょっと3年目ぐらい過ぎたあたりから伸びにくくなってきた時にうまくなってるのかどうなのかが分からなくなってきて毎回ビデオを撮って自分で後で聞いて チェックしてるんですけど、自分のが、そんなに音良くなってるような気がしないんですよ。で、あるときね、先生に言ったんですよ。あのー、先生、すっごいつ,つ,つまんないというか、つかのことをお伺いしますが、って言って、先生、はい、なんでしょうって言われて、あのー、私、前は一回行くたびに成長すごい感じてて、やった感があって、 いい感じだったんですけど、なんか最近伸び率が悪い気がして、行ってもなんかカラオケ行って終わった後の充実感が足りないんですけど、私上手くなってるんですかって言って <laughs> 言ったんですよ。そしたら先生は上手くなってますって、確実上手くなってるんですって、ただ初期の頃はまあその下手の度合いが大きいから。 ポンってこう上がりやすくて変化が分かりやすいけど今詰めてるのはある程度できたところの細かい微調整を直してる最中なので別にそれをしなくてもある一定の状態ができてるんだけどさらに上を目指そうとしてるからビザを埋めていってる細かい作業を丁寧にやってるから伸び率そんなに感じないんですって言われたんです。であそうなのかと思いまして。 でその伸び率に対して、まあ、先生が課題を作ってくださって私もこうしたいっていう方向性を言うので、まあ、それに対してねあのやるべきことをやってっていう感じでやってるのでビザ、まあ、を埋めながら少しずつ上手になってるっていう感じなんですよ。なので、あのー、これは自分ではわからない変化なんですっていうレベルになっちゃうとわかんないんですよ変化が。 そんなにでじゃあここで教訓っていうか何が必要なのっていう、まあ、本題のテーマに戻るんですけど、えー、自分の成長は自分でわからないからプロに見てもらおうっていうここなんですよ。ここで皆さんどういう行動に陥るかというとなんかうまくなってる気がしないし停滞してるからやめちゃおうって言ってやめる人多いんですよこの段階であの。楽器に限らずですビジネスも。 停滞しているように見えてるけれども、中身が良くなってってる時ってあるんですよ。本人気づいてないんですけどね。で、これは、あのさっきクライアントさんの案件にも置き換えた話をしますよっていう冒頭をお伝えしたんですけど、私が、私のクライアントさんは、まあ、人数少なめでじっくり見るっていう方針を取っているので、その方の数年前の変化とか、あと、 どういう発言をしてたのが今それしなくなったよねとかあと覚えているんですその人がどういう残念な発言をしてたかとかね私が。でそうじゃないふうに自然と口から言葉が出るようになってるのを聞いてあ成長しましたねっていうのを言ってあげたりとか前は心こ,こ,これぐらいの時間かかってたのに今すっとできるようになってますよねとかあのご自身がね成長やっぱ感じてないんですよそんなに。 だけど私が見てると感じるからなるべくそれはよくできるようになりましたよねとかね声をかけてあげると皆さんすごく喜びます自分で自覚してないからでこれはですねやっぱり、まあ、私も人の子ですからあの普通に先生には褒められたいですよやっぱりサックスでねでそしてもう一つのクライアントさんにも 言われているし、私も先生に対して同じ気持ちを持ってるんですけど、教えてくれてる先生が好きなら、やっぱその先生を喜ばしたいと思うんですよね。喜ばす、つまり自分の成長を見てもらって、で、あ、成長したね、みたいな。で、あと褒めてもらいたいの。普通に。<laughs> 普通に褒めてもらいたいの。だから、あの、私はなるべく成長してる分は、 本人気づいててなくても褒めるようにしてますもちろんうまくいかない時とかは改善案はしっかり伝えるんですけれどもあの本人が、ね、いい感じに成長したのやっぱ褒めるでそうすると私に褒められたっていうのがやっぱり嬉しくってそのモチベーションになってでより恩返しもしたいっていう気持ちも相まって褒めてもらえるように頑張るみたいな別に子育てしてるわけじゃないんですけどね。 でも、やっぱその感じは必要で、私もだから、サックスで、こういうふうにしたいなと思って、一生懸命やっているのを、先生はちゃんと成長を見てるから、あ、それができるようになってるんですね。うまくなりましたね。とか、ふとした感じで、こうやったらどうなのかなどう、どうできそうかなっていうのを試している、その話をすると、成長しましたね。とか言われると、あ、成長したんだ。とかね。あの、そ,そういうのって、 誰か死についている要は先生についているないしは自分の成長を見てくれる人についてるから分かることなんですよ。でさっき言った残念なことに落ちる場合は成長を感じないからやめてしまう止めてしまう落ち込むだからやめるっていうこれもったいないんですよ。自分が成長してないと思っても成長している可能性がすごく高いんですよ。 実直に、真面目に、あの、きちんと練習とか、例えば集客を頑張るとか、ビジネスのやつをやってればですよ。本当は。ここを一生懸命やってないとね、あんま伸びないですよ。ちゃんと一生懸命やっていて、ずっと停滞してるってありえないんですよ。だけど、それをちゃんと評価してくれる人に見てもらって、で、場合によってはずれてることがあります。頑張りが。で、そういう時にやっぱね、軌道修正してもらわなくちゃいけなくって、それが、 できるためにはやっぱね師,につく師匠の思念、うん、それがビジネスだろうと趣味だろうと必要だなと思ってるしあとその師につく場合にもやっぱ相性のいいいいを選ばななくてはいけないです、あのー、私はコンサルですけれども私と相性がいい人が私のところに長くいる人です。 なあ私とは当然相性の悪い人もいらっしゃいますよ。で、それはその人が悪いわけでもなく、私も悪いわけではありません。相性が悪いだけなので、相性がいい人とうまくやったらいいと思います。あの、恋愛もそうじゃないですか。相性の悪い人と長くいられないですよ。相性のいい人と長くいるから、まあ、それがね、結婚になるのか、長い付き合いになるのか分かりませんけれども、あのー、 相性が良くなければ、やっぱ続かないんですよね。信じられるとかね。あの自分も信じるし、先生も信じる。まあ、だから、先生を信じるっていうことは、やっぱり好きな先生の方がいいですよ。当たり前ですけど。だって、褒められたいもん。<laughs> もう、そこはね、大人だって子供ですよ。だから、私も、私に褒められるとうちのエクランドさんが喜ぶから、 頑張ったねっていうことはやっぱちゃんと褒めてます。はい。なのであの、ビジネスをやる上でもですね、教師の先生って孤独なんですよ。だから、あのー、まあ、強制的にとは言わないんですけど、仲間と一緒に学ぶ場所にどっかに所属するか、コンサルタントつけるかっていうのは、成長の上では今後はやっぱ必須だなって。 今の世の中一人で考えて一人で試行錯誤してやってうまくいくほど甘くないし速度が速いんですよ世の中の速度がだから正しい情報を正しく手に取って正しく実践して早く成果を出す方が自分の思うような人生を生きられたり楽しくやっていくことができるんですよ。 であの私はお金を稼ぐことを皆さんに推奨はしてますけどお金がゴールじゃないんです。お金を使うとやりたいことができる確率が広がる可能性が広がるからその元手としてお金必要でしょっていうそれだけのことなので。 あの、稼ぐことに対して躊躇する人とか、それだけで人生の選択肢の幅を狭めていることにもなるし、親がその気質だと子供にもその気質が移ってしまうから、お金は汚いとかね、稼ぐ人はなんだかはしたないとかいう、そういう価値観やめましょうっていうことです。だってあなた叶えたい夢ありますよねっていうことですよね。お金があると叶うこと多いんですよ。 だけど執着はしてはいけないと思ってますお金にね。道具としてはとても便利なものなんであの稼ぐっていうことにシフトする上でもやっぱり死につくとか仲間と一緒に頑張るっていうのはこれからの時代の当たり前ですけどトレンドなんじゃないのかなっていうふうに思うのでご自身の成長が止まってるな なんか迷宮に入ってるなと思ったら早めに対処する必要があるなというふうに感じています。はいそれでは、えー、まとめていきたいと思います。自分の成長は自分ではわからないからプロに見てもらおう。プロに見てもらうことによって自分の成長が加速度を増して早く自由を手に入れる自分のやりたい夢を叶えることができるようになりますのでぜひ、えー、そういった場所を作る。 来週はそういった人を見つける努力をしてみてください。以上です。それでは。